プリズンブレイク。どうも皆さん、模範囚の歴学です。今回は、理不尽な罪状で収監されるも脱獄を果たし、日本中を駆け回って決死の逃亡生活を送った男。それなんてプリズンブレイク?な波乱万丈の人生を駆け抜けた人物がこの日本にいたのです。その人物こそ江戸時代末期の蘭学者高野長英。蘭学者として名を馳せていた彼がなぜ牢屋にぶち込まれ、挙句には脱獄まですることになったのか、その生涯をご紹介します。歴学。1804年、長英は水沢藩士の三男として爆誕します。水沢藩は形がない木に見えるでおなじみ、現在の岩手県奥州市の中心部のあたりにあった藩です。長英が8歳の時に父が亡くなり、母の兄であった河野玄斎おじさんの養子になります。養父の玄斎は若い頃に江戸でそれはもうブイブイ言わせており、なんとあの杉田玄白に蘭方医術を学んだ後に、水沢に戻ってからは医者として活躍していました。ちなみに祖父の高野玄丹も京都で漢方医学を学んだ漢方医でした。そのため河野家には蘭書が多くあり、長英も幼い頃から学問に強い関心を持つようになったのだそうな。長英は教育熱心な医者家系の中で育てられ、自身もまた熱心に学んだと言います。その上、遊ぶ時もよく遊び、活発勇敢で相撲を特に好んだのだそうな。1820年、長英が17歳の時に実の兄といとこと共に医学を本格的に学ぶために江戸に赴き、杉田玄白の養子であった杉田白玄や吉田長宿に師事することになります。しかし、住み込みでの勉学が許されず、実家からの仕送りでは生活がままならないため、長英は夜にあんまの仕事をして日銭を稼ぎながら学んだのだそうな。夜のマッサージ店でバイトって聞いたらちょっとあれなんですが、とにかく苦労して、お店では玄人として立派に勤めを果たし、長英が18歳になった時にはオランダ医学の論文を日本語に訳せるまでに成長。22歳の時には相撲好きの内なる闘争心が現れたのか、養父の反対を押し切り長崎に留学。当時開設されたばかりの鳴滝塾でシーボルトパイセンに師事してもらうことになります。とある授業でシーボルトは生徒たちに日本についてテーマを与え、オランダ語の論文を提出させると、長英は待ってましたと言わんばかり21もの論文を提出。これにはさすがのシーボルトもドン引きしますが、クジラ及び捕鯨についてという論文が目に留まり、シーボルトはこれを高く評価し、長英はドクトルの称号を与えられました。長英のオランダ語の実力は鳴滝塾生徒の中でも抜きん出ていたと言われており、蘭学者の集まりで第1回チキチキオランダ語以外の言葉を使うと罰金ゲームを催した際に、酒が入り一人、また一人とつい日本語が出て罰金となる中、長英だけはついにオランダ語を貫き通します。そんな長英の笛を突こうと、伊藤玄牧が帰ろうとする長英の背中を押して階段から突き落としました。すると、長英は危ないとオランダ語で叫んだのだそうな。周囲の人間は長英を当時の蘭学者として最大の実力者であると認めざるを得なかったと言います。このように長崎にて充実した毎日を送っていた長英ですが、とある大事件が発生します。シーボルト事件です。1828年、シーボルトが帰国する際に所持品の中に国外に持ち出すことが禁じられていた日本地図などが見つかり、それを送った幕府の天文学者である高橋景康ほか十数名が処分されました。樺太地方の詳細な地図を求めていた景康は、シーボルトから最新の世界地図を受け取り、その見返りとして伊能忠敬の大日本沿海予知全図の縮図をシーボルトに送っていました。この伊能図、あまりに詳細に過ぎるということでこの時代最高の国家機密になっていた代物で、外国人の閲覧も愚か国外へ持ち出すなどもってのほか、シーボルトは国外追放の上サイト公禁止の処分を受け、その門人も多くが捕まってしまいました。長英はこの時、旅に出ていて難を逃れたとも、危険を感じていち早く長崎を脱出したとも言われています。いずれにしろ、長英はシーボルト事件で処罰されることなく、庇護に逃れました。一方、シーボルトは帰国後に生徒たちに提出させた論文をまとめ、日本という安直な名前の本を発刊。さらに、シーボルトが絶賛した長英が書いたクジラの論文の知識をヨーロッパで発表しました。当時、
クジラの油はランプの燃料やろうそく、機械用の潤滑油からマーガリンまで多様な用途があり、この論文に着目したアメリカのペリーは日本近海に進路を定めることになります。つまり、長英のクジラの論文が間接的に黒船を呼び寄せたことになるのです。ともかくこのシーボルト事件で鳴滝塾は終わりを告げ、長英は非を立ち、各地の宿で開港と称して勝手に講義を垂れながら西洋の文化を教えつつ京都に向かっています。この間に養父の減災がなくなっており、当主が不在な河野家から帰郷を促す手紙が再三届いていましたが長英はこれを拒否。家督を捨て武士の身分を失うことになりますが、長英は蘭学を生かして日本の未来のために応募することを決心したのです。1830年、長英は江戸に数年ぶりに戻り自身の蘭学塾を開設。この頃に天保の大飢饉の対策会として結成された少子会に入り、他の知識人たちと交流を持ちます。そんな中、1837年にモリソン号事件が発生。アメリカの商船モリソン号が日本人漂流民を送り届け、引き換えに通商を開こうと浦賀へ来航します。しかし、この外国船来航に対して浦賀奉行は異国船打ち払い令の適用により、砲撃を加え追い払ってしまいます。ちなみに日本側がモリソン号を砲撃しても反撃されなかったのは、モリソン号が武装を撤去していたためであり、この事件を教訓にしたペリーは完全武装で日本へ向かい、幕府はちびり散らかすことになります。一方、事件を知った長英は夢物語を書き、幕府の一連の外交政策をやんわりと批判しています。日本に漂流民を届けてくれた船を追い払えば仁義の欠ける国と思われてしまう。例の品物を渡して代わりに近年の世界情勢を聞ければ国益にもなる。他国の申し出は聞いてみて、交易については鎖国の規定によって断ればよい。ラインの未読無視する奴は砲撃してもよい。などなど、海外情報の正確な把握と、国際法に則った立ち振る舞いの重要性を説き、通商要求には法をもって拒絶するという現実的な提言を行っています。なので、長英はこの夢物語が罪になるとは夢にも思っていなかったのです。1839年、蛮社の獄が発生。夢物語が幕府批判であると幕府に解釈され、長英は逮捕されてしまいます。獄中で鳥の鳴く音を執筆し無実を訴え続けますが、判決は無情にも無期懲役の長牢が確定。長英は悪名高い小伝馬町の牢屋敷に放り込まれることになり、日光も刺さず、風も通らない陰鬱な場所で生き延びる覚悟を決めました。一筋の光明は、長英に医術の心得があったことです。病に伏せる囚人が長英の手によって回復すると、他の囚人の長英を見る目が変わりました。長英はもともとの親分肌の性格から牢名主となり、劣悪な牢内環境の改善なども訴えています。そのけなげな姿に囚人らは長英を信頼するようになり、牢で働いていた否認身分の映像という男とも親しくなりました。しかし長英は考えてしまいます。こんなところで一生を終えるのか、何のために蘭学者として生きてきたのか、日本の未来を応募するためじゃないのか、長英が導き出した答えとは、1844年、長英が投獄され5年以上が経った頃、収監されている小伝馬町牢屋敷で火災が発生。火事と喧嘩は江戸の花という言葉が今も残るほど、江戸時代は大きな火災がよく起こったため、もしも火の手が牢屋敷に迫ってくると、切り離しといって、囚人を解放する策が取られました。町に解き放たれた囚人たちは、3日以内に指定の場所に来れば減刑され、来なければ死罪となります。今回の火災でも同様の対策が取られ、長英を含む囚人は解放されますが、3日経っても指定の場所に長英の姿はなく、看守らは脱獄と断定し全国に指名手配します。しかしなぜ放火が起きたのか、それはもちろん長英の罠です。1657年の明暦の大火以降、10回に及ぶ切り離しがありましたが、いつ起こるかわからない大火をぐずぐず待っているわけにはいきません。もう5年も待っていた長英に余裕はないのです。明るい未来に就職希望なのです。そこで長英が考えた手段が放火でした。そのために親しくなっていたのが映像という否認の男であり、牢名主として金を貯め込んでいた長英は多額の報酬を渡して放火を頼んでいたのでした。
脱獄計画の半年前、長英は一見すると白紙にしか見えない手紙をいとこへ送っています。どうやら墨筆で書かれた何の変哲もない漢詩なのですが、時が来た、我が供養の一つを表すという最後の二行は、長英の脱獄の意思を伝えたものだと考えられています。そんなこんなで脱獄に成功した長英は、知人を頼って各地に潜伏します。この逃避行の間にふるさとの水沢に立ち寄り、母と再会も果たしたそうな。しかし、脱獄した長英に世間はゆっくりくつろぐ時間を与えてはくれませんよ。日本を取り巻く世界情勢は、長英が夢物語で憂いた通りに揺れ動いていました。アヘン戦争を終結させたイギリスが、日本に艦隊を派遣し開国を迫るという情報が、オランダを通して幕府に伝えられます。これを聞いた幕府は異国船打ち払い令を撤廃して海防強化を宣言。初版にも西洋砲術の採用による軍備の充実を促します。この情勢の中で、幕府とは別の理由で長英を捜索しているものが現れました。それが宇和島藩主の伊達宗成です。宗成は幕府に捕まる前に長英を保護し、藩の防衛や布国強兵にその知識を活かそうと密かに行方を探っていたのです。長英は弟子の蘭学者を通じて接触してきた宇和島藩に身を寄せることを決意。伊藤瑞慶と名を変えて偽の通行手形を使い道中の関所を越えていきます。ちなみに関所破りは基本的に死罪となる重罪ですが、すでに滞在人の長英には考えるだけ無駄なこと、うんこにファブリーズです。そんなこんなで宇和島に到着した長英ですが、その生活は経済的、精神的に苦しかったと言います。日頃から気分が塞ぎ、寝食を安らかにできず、長英は酒に溺れるようになりました。一日中酒を飲んでいたらしく、常に酒帯で一日に三升もの量を飲み干していたのだそうな。1849年、そんな生活も長く続かず、一年余り過ごした宇和島を長英は後にします。幕府が長英の宇和島潜伏を疑っていると知らせが届き、宇和島藩は急いで長英を旅立たせたのでした。宇和島から旅立った長英は再び江戸に舞い戻ります。というか彼の知見を活かせる地は、日本には江戸しかないのです。しかし、幕府はこの頃に洋書の翻訳と出版に対する規制を強化しており、人目につかない翻訳業で生計を立てていた長英は困窮。長英は仕方なく沢三伯と偽名を使い、薬品で自らの顔を焼いて人相を変えた上で町医者を開業しました。しかし人と対面する機会が多くなる職業な上、奉行所は突如として現れた凄腕の医者を怪しみます。奉行所は徹底的に沢三伯を名乗る長英医師をマークし、とうとうその人物が逃亡中の滞在人、高野長英であると突き止めてしまいました。1850年、長英の元に大怪我をした患者が運び込まれます。長英が患者のそばに来て傷の具合を見ようとしたその時、激痛にうめいていたはずの男が起き上がり、御用と叫びました。患者を運び込んできた付き添いの男たちも、御用と叫ぶなり懐から実手を取り出します。彼らは全員取り手だったのです。鮮血と見えたのは偽物の血で、医者である長英を油断させるための罠だったのです。長英は抵抗むなしく取り押さえられ、持っていた脇差しで喉をついて自害したとも、取り手に実手で殴り殺されたとも伝えられています。高野長英、日本の夜明けを前にこの世を去りました。享年46歳。ペリーが浦賀に来航し、日本が開国する4年前のことでした。歴学。以上で日本のマイケル・スコフィールドこと高野長英の紹介を終わります。長英は脱獄後の逃避行の際に数多くの知人に助けられています。長英の逃避行を手助けすれば、自らも処罰を覚悟しなければならないにもかかわらずです。それでも多くの人が長英に協力したのは、誰が見ても長英の投獄が理不尽で不憫に思われたのかもしれません。生まれた時代がもう少し遅ければ彼はもっとその名を轟かせていたかもしれません。それでは最後に主人公、高野長英の名言でお別れしたいと思います。人は学ぶためには食わねばならない。しかし、食うために学んではならない。というお言葉。夢や目標は誰もが一度は持っていたことがあるでしょう。しかし、本当にその夢を目指していれば、必要な手段は与えられていたにもかかわらず、本来目指すべき真の夢の到達が目標ではなくなり、手段や過程、与えられる結果などを夢として目指してしまいがちです。
人間の才能や能力の進化は、どれだけその夢に忠実であったかという一点において発揮されるのかもしれません。長英はその点において凄まじいほどの忠実っぷりです。だからこそ脱獄から逃避行の際に様々な人に助けられ、その境遇を哀れに思われたのかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。ダンシン・オール・オブ・ザ・ナイト。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、通知ボタンをオンにしていただければ嬉しいです。